こんばんは、おしみです。今日は、顔のケアですね、の中で、ゴルゴラインっていうものの、ケア方法をご紹介します。このゴルゴラインというのが、漫画のキャラですね、ゴルゴ13っていうキャラクターのこの目のところの、シワがあるですね、入ってるシワと同じところにシワができるのでゴルゴラインという名前がついてます。で、そちらのケア方法をご紹介します。で、対象の筋肉が眼輪筋、大胸骨筋、小胸骨筋、上新鋸筋っていう、まあ、4つですねの筋肉になります。で、そちら の筋肉を緩めるケアになりますので、その方法をご紹介します。で、まず最初はここですね、目の下のところからこの頬骨から唇の上から口角までを手のひらでこういう風に触れてください。で、反対の手で手のひらを返す状態で、その状態で、深呼吸吸って吐いて、ふー、吸って、吐いて、ふー、吸って、吐いて、ふー、で、こちらの方で、グッパグッパグッパ、キラキラキラ。で、続いて、この目の周りですね、目の真下ぐらいの、この眼輪筋でやれる部分なんですけど、そちらのところにこうやって触れながら、で、同じく深呼吸、吸って、吐いて、ふー、吸って、吐いて、ふー、吸って、吐いて、ふー、で、同じくこちらで、グッパグッパグッパ、キラキラキラ。ですね。で、それを何回かこう下のところっていうか、ここですね、ここの目から目の下ですね、目の下から、口角とか唇の上で触れて深呼吸して、グッパグッパキラキラで、この本当目の周りのところを指でこうやって触れながら、で、深呼吸吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、グッパグッパグッパキラキラキラっていう具合にしていただく。あと、先ほど言った眼輪筋、大胸骨、小胸骨筋、骨格胸筋、上新胸筋ですね、上新胸筋っていうのが、緩んで、ケアですね、ゴルフラインが、どんどん消えていく状態になりますので、気になる方はぜひお試しください。このように佐藤式リンパケアの理論やセルフケアをご紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録のお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。